あやとり一瞬芸のおすすめです。今回からこのシリーズにしばらく取り組みます。一瞬芸といいますのは、1あるいは12あるいは12の3と、この3手以内で形ができるものを一瞬芸と見ていいでしょうね。今日のテーマはテレビ塔、杯、カニ。テレビ塔は1手、杯は2手、カニは3手で形を作ります。まずテレビ塔ですね。親指小指から、はい、一手、はい、東京スカイツリー。テレビ塔が究極の一瞬芸で現れました。次、杯ですね。日本の構えから1、2、はい、2手で現れました。次、カニ、同じく日本の構えから、あ、ちょっと紐を変えます。少し長い紐にします。日本の構えから1手、2手、3手、はい、3手で、はい、カニさんが現れました。すべて3手以内ね。オンライン時代、妙義で画面が盛り上がると。一つ一つゆっくりやってみましょう。まずテレビ塔ですね。親指小指、こちら親指、人差し指、中指ね、3本の紐を準備します。向こうにこう入れて一ひねりしますね。三角ができます。三角がね、で下げていって上がってきたのを捕まえて、この三角に引っ張り込みます。上がってきたのを捕まえてね、 こちらにこう引っ張り込む。引っ張り込んだら自然にこの三角は指から外れますね。自然に捕まえて、こちらにこう引っ張り込んだら自然に三角は指から外れますね。こうやって捕まえて、こっちは、まあ、こっちは離す感じ、離すと表現してもいいですかね。これを離すと、あるいは引っ張り込むと、はい、究極の一瞬芸ですね。杯、これは2手を目指します。親指小指左右、まず親指小指中指で取り合います。ここね、狭いところ入れてね、取り合います。はい、これは日本の構えと呼ばれている代表的なスターティングポジションですね。親指小指から中指でこう取り合ってね、取り合って、杯の作り方ですが、スローでいきますと、まず親指で向こうから3つ目の紐をね、3本目の紐を取って、あと上下の紐を外します。まず親指の手前の紐をね、親指から外します。まあ、外し方が問題ですが、まあ普通に考えれば親指をこう上からこう入れる感じね、ここにこう、ここにこう入れる感じで動作すればこう外れますね。そして小指を外すと、これで見事な造形美が現れました。シンプルながらね、非常に、
簡単な形ですが、見事な糸模様、素晴らしい造形美と言えるでしょう。外国英語圏ではカップ&ソーサーと呼ばれているようですね。コーヒーカップを入れるセットというような意味ですかね。カップ&ソーサー、杯。今のプレーですが、向こうから3つ目を取って、あと上下の紐を外すだけですが、この外し方ね、親指こう上からこう入れる感じで外しますと、なんか動作がこう少し安定感を欠きますね。しかもなかなかクイックでプレーできないような感じですね。で、小指外すと、これを、この2本の構えから2手で作ろうという ことなら、このまずこれを取ってね、中指でこのこれちょっと持ち上げるんですね。こう親指で取って、要するにこの紐の下をくぐれば親指からこれが外れますね。くぐらせればいいんですが、クイックでプレーするには中指でちょっと持ち上げてくぐるスペースを作るんですね。中指が助け舟出してくれて、このちょっとこうスペース作って、でこの親指くぐりやすいようにして、親指こうこちらへ持ってきて、中指弱すぎましたから中指をもちろん外しますよね。で同時に小指外せばね、これで2手ですんなり滑らかにできます。親指でこれを取ると同時に中指こう持っていくね、もうセットですね。こうこの親指入れた瞬間、中指こう入ってるんですね。でスペース作っている。そしてこのスペースに親指入れながら、入れると同時に小指も外す。そうしますと見事な杯の模様がたちまち現れますね。1、2、少し練習すれば無理なく滑らかなリズムでね、できるようになるでしょう。次、カニですね。紐をちょっと長いのに変えます。同じく2本の構えから、この右の親指でこの紐を取りに行きます。左の親指のこの手前の紐をね、腹で取りに行きます。爪のある方が背中、腹、爪のない方が腹と呼んでますね。背中と腹、腹でこれを押さえに行きますね。向こうグッと回って紐の下くぐってこれを押さえる。でこう返す。そしてこう返した姿、右は2本ありますね、左は1本だけ、左右揃えないといけませんから、親指と親指こう揃えるようにして入れて、上の紐を取りますね。そして引っ張る。これで左右2本になりました。これでまあほぼカニが完成してるんですが、さらに完成度を高めるために親指の下の紐をこう外すんですね。左右親指の下の紐をこう外すんです。そうしますと、はい、見事なカニさん模様が現れました。これも素晴らしい造形美、名作ですね。はい、カニさん横歩きで、今のプレーですと4手かかってますかね。1手で、2手で上の紐を取ってね、2手で、3手、4手とね、これを3手で済ますには、こう押さえて、腹で押さえてこう返しながら、その動きの中で左の親指でこの上の紐を取る感じね、こう取る感じ。
で、親指入れたらこう引っ張ればいいんですね。もう引っ張った時にはもう左右2本ずつ紐が2本とも入ってるいうことになるわけですね。ここを返しながら動きの中でこれをこう入れると、全然無理なく滑らかにプレーできるはずです。ちょっとこれを動いてるところにちょっとこう、私も入れていう感じでね、こう差し込むだけですからね。こうしながらはいっと引っ張って取るべき紐を途中で引っ張って取るべき紐を途中で取るいうことですね。そうすれば位置でこの構えから1で23と、はい、これで3手で素晴らしいカニさんの造形美が登場しました。何でもオンラインの時代ですね。オンライン時代は一瞬の動画映えが大切と思います。あの初対面の挨拶ね、自己紹介とか、あるいはあの何かの会での隠し芸とかね、隠し芸披露とかね、そういう時にこういったあの3手以内でできるね、非常に手軽な、技といいますか、こういったものが非常にあのアイスブレイクという面でね、非常に効果的と思います。まあ、あのこれが趣味ですと、アイドルが趣味ですと言わないまでも、気分転換息抜きにこういうことをやってますと言えばね、あの非常に和やかな雰囲気になってね、あのこういうことをやってる人、まあ、まさかそれほど悪いことはしないだろうなあいうね、そういう安心感を与えるようなね、そういう効果もあるかもしれません。まあ、アイスブレイク効果は抜群といいますかね、初対面の挨拶とかね、自己紹介、何かの会の隠し芸などでね、こういったあの例えば1秒ですよ言うて、はい、こうやって1とかやればねまあ、趣味となるとね、結構こう継続して、まあ、少し専門的に取り組む必要がありますが、まあ、趣味とまで言わなくてもね、こういった技をね5個か10個ぐらいね、一瞬芸としてマスターしておくとね、非常にこれからのオンライン時代生きやすくなると思います。一瞬芸シリーズご一緒に探検しましょう。はい、杯にじゃあまた、はい。